赤コーナーに挑戦者の鈴木一丸、やはり隙を引きませんでした。あ、これは鈴木の左、これは左に入りました。なんとか鈴木横へ動け、リングの中央に向かえ、そう叫びたい感じです。また下をつきました鈴木。さあ、ちょっと先頭でチャンピオンのチャンス、これは鈴木2度目のダウン、鈴木2度目のダウン、鈴木いきます。10ラウンド、ロレンゾが負けました。またロープに詰まった、鈴木フィニッシュは50秒。ロベルト・デュラン、ラックアウトで3度目の防衛に成功しました。ファイターそらすことは今度はボディの反撃、おそらく石松の遊戯をもうチャンピオンの実力は十分に肌で分かっているものと思います。このチャンピオンゴンザレスが依然としてじわじわと前進してまいります。石松のボディーブロー、あっ、右から左、これはうまい攻撃を見せた、ね、非常にリラックスした感じでね。で石松のね、このストロークはね、非常にこうあるんですね、警戒になったしね、控えてきましたね。あ、チャンピオン、あった、この辺はさすがにライト級ウィナーパー、すごい、左左、強烈ですね、白熱の第5ラウンド、ゴムですね、この打ち合いは。そうですね、この打ち合いはゴムですよ。さあどっちが根性で勝つか、そうなると根性ですね。ボディアッパー、やっぱすごいパンチ、おっと、あっ、これはね、打ちつ打たれつですよ。そうですね、強烈な打ち合いになりましたね。そうですね、第5ラウンド終わりました。いやいや、ピネダのスピードが落ちた、ストレート、いいパンチ、打ち返す、しかし打ち返す、壮烈な試合、打ち返すんですよ、しかし打ち返す、ピネダ決して下がりません。打たれてもね、決して下がらないでね、すぐ反撃してくるんですね。でね、根負けしなきゃいいですけどね。そうですね、根負けね、はい、なるほどね、あれはちょっとね、あれはうるさいですよ、うるさい、ボディーブロー、うるさい、うるさい、ボディーを打たれた、打ち返した、打ち返した、打ち返した、打った、よく見た、石松ナイス、チャンス、チャンス、石松ナイス、いやちょっと時間がないですね。相打ちにはならない、お互いに空振り、右ジャブから右、ジャブから今度はどっちを打つか、左を打った、右は空振り、右のアッパー、左打った、さあどうだ、右打った、どっちが打ち勝つのかまだ分かりません。あと10秒切った、激しい打ち合いで、もうこうなると無心ですね。
最終ラウンドはどうですか。もう本当のいい打ち合いで ね、もうイーブンですね。ドロー、判定は引き分け、判定は引き分けでございます。判定引き分け、従いましてタイトルの移動はありません。引き分け、引き分けでございます。石松の初防衛戦は引き分け、従ってタイトルの移動はありません。辛くも防衛いたしました。良かったですね、危なかったですね。辛くも防衛いたしました。本当に辛くもですね。石松辛くも防衛いたしました。左の打ち方、右のストレート打った、右のストレート、右のフック、前の試合よりですね、かなり右のね、右のストレートね、フローシャープに打ってるんだ。ゴンザレスも打ち負けません。打ち勝ってますよ。そうですね、第10ラウンド終わりました。石松のパンチなんですが、レフリーの吉田さんは両方に何か注意を与えましたかね。左のフック、下から打ち上げるようなパンチです。ゴンザレス、おっと、ゴンザレスの下からパーンとこう突き上げるようなね、そうですね、フリッカー的なジャ、ジャブね、これちょっと当たるんですね、ゴンザレスも勇敢なボクサーですね。勇敢ですね、度胸がありますね、普段は大変おとなしい青年ですが、話す言葉も小さい声でね、喋ったりします。静かですよ、本当に静かなところでね。あるんですね、在庫品はあるんですがね、はい、出し惜しみじゃないんでしょうが、やはり打てない、右当たった、当たった、当たった、当たりました。石松の左からの右、真っ直ぐ当たった、石松の左からの右、真っ直ぐ当たった、カウント、ナックアウト、ナックアウト、石松ナックアウトです。苦しい試合を一瞬にして逆転勝ち、逆転、ほとんど左を出しません。相手を誘っている感じ、ロープに詰まった、石松飛び込んで左、これはかわされ、あー見上がった、これは効いた、これは効いた、効きました、右のストレート、石松今のパンチは効きましたね。こういう意味でね、早川に一山ね、はい、一つ当てて、コンビネーションでにしたい。あと効いた、このパンチは効いた、石松のパンチは効いた、しかし、抜け感もタフです、抜け感もなかなかタフです。さあ、打ち合い、打ち合いになった、抜け感の目が晴れました。したいね、あオブリー、石松エキサイト、まだですね、石松のねいいパンチが、まあ、あんまり出てませんからね、はい、まあ、これなんですね、これの噛み合いがどうなるか。石松がまた得意の喧嘩殺法です。石松の攻撃、石松の攻撃、輪島のスタイルになりましたね。石松としてはこれは牽制ですかね。牽制ですね。あ、石松の左、いいタイミングです、いいタイミングです。石松の左フック、今度は右、
順としてコーナーに詰まったままですが、しかしリングの中央に戻りました。すごい速い左、強い左です。石松いい左の ブキャナンのお株を奪いました。チャンピオンの石松、5対4です。反撃に転じます。ボディーブロー、石松のワンツー、幻の右、幻の右、石松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 。ブキャナン足を使った、優勢、チャンスのラウンド、ダリフス。今度はブキャナンの反撃、打ち合いになりました。第13ラウンド、ほとんど時間がなくなりました。もはやナックアウトはありません。戦い終わりました。世界1位ケン・ブキャナン、イギリス。小林さん、はい、僕はもう文句なし石松選手だと思いますか。石松、はい、石松防衛、石松3度目の防衛なる、石松3度目の防衛なる。ご覧ください、石松ロープによじ登りまして喜びました。しかも現在までちょうど6月5日に石松選手が大阪で防衛をして以来、実に日本選手は世界タイトル7連敗と不名誉な記録を作っております。石松5度目の防衛戦、チャンピオンが絶妙の駆け引きを見せまして14回を迎えています。速い左、うまくね、あの左のストレートをカウンターしてますからね、まあ、相手も入ってこられないんでしょう。15ラウンド戦うには14回戦うだけのスタミナがなければできないということを言っておりましたチャンピオン。挑戦者にとりましてはこのラウンドはもちろん未知のラウンドです。かなり疲れが出てきた感じがします。挑戦者ロハス、小林さん、はい、ロハスが左をまともに食いますね。そうですね、やはり石松君はですね、力を取っていたと思いますね。最後に出てくる左のストレート速さ、はい、もうこれ最初の時は変わらないですよね。あと10回くらいできるんじゃないですか。Campeonato Mundial Peso Ligero, versión del Consejo Mundial de Boxeo. El campeón Suzuki, el retador de Puerto Rico, Esteban de Jesús. Bonito percote, Esteban de Jesús ha venido a la carga, al boricua más activo. Completamente pasivo Suzuki, recibiendo castigo del boricua Esteban de Jesús. Estuvo en malas condiciones. Sigue Esteban de Jesús combinando derecha e izquierda al rostro de Suzuki. Mientras el japonés, en una defensa completamente pasiva, vuelve Esteban de Jesús a la carga, riposta Suzuki, pero combina el boricua. Público de pies, excitado completamente con la actividad del puertorriqueño. Evidentemente Suzuki no es el hombre agresor que se decía de él. Ha presentado muy pocas agallas, agallas Suzuki. Sigue de Jesús tirando con todo lo que tiene en este séptimo asalto, tratando de eliminar por la vía rápida al japonés.
combinando muy bien arriba y abajo el boricua, trabajando con su mano izquierda, maravillosa actividad hasta este momento. Suzuki a la riposta, Esteban de Jesús combinando derecha e izquierda, manteniendo una agresividad que evita a Suzuki poder emplear su pegada y establecer el ritmo del combate. Ahí vuelve a la carga el boricua nuevamente, en una esquina Suzuki en una defensa pasiva. Esteban entra, pega, se sale, consciente, porque una derecha, una izquierda, el japonés podría ser el final del suerte cuando Esteban viene a rematar, pero no ha podido todavía. Ni siquiera ha podido capitalizar la cortadura de Esteban de Jesús en el pómulo derecho. Ahí desesperado, fuera de balance Suzuki. El boxeo de Esteban de Jesús lo tiene confuso. Ha podido descifrar los 20.000 fanáticos reunidos aquí en el estadio Juan Ramón Luviel de Bayamón, presagiando la coronación del cuarto campeón mundial puertorriqueño. El campanazo unidos y Esteban de Jesús ha dado una gran demostración a Ichimatsu Suzuki. Vamos a esperar la decisión oficial de los jueces. Señoras y señores, por decisión unánime, el nuevo campeón mundial de los pesos ligeros, Esteban de Jesús. Amigos, y como se lo habíamos pronosticado, Esteban de Jesús se adjudica la corona mundial del peso ligero. ¡Oh! ¡Ah, Bonnie Brown! ¡Final de Bonnie Brown! ¡Cómo están!